パン青パン青井村でーす。あら、こんにちは。こんにちは。はい、引き続き森林公園におります。すごいね、綺麗、はい、だよ。綺麗ですね。いやで、森林公園にはものすごいアスレチックがあります。いいお客さんいるな。だって坊主がアスレチックに果敢にちょっと取り組んでいこうかなと。なるほどね、はい。でも井村さん、聞いたところによると今4時じゃないですか、はい、5時に全部閉まるって聞いたんですけど。そうですね、だからあと30分もないかない。うん、で時間が許す限りやっていきましょう。大阪アスレチック商工行こうぜ。行こうぜ。はや、井村頑張れチャンネル。ちょっとまだ血がにじんでる。前回のエンディングのぶち当てたやつ。行こうぜブース。イムさん、あそこグイグイできんじゃない、一人で。やる。ジョニーデップごっこしよう。ジョニーデップごっことは。でででんでんでででんでんでででんでんでででん。太っても痩せてもいい村は中。あっさ。すみません。何？何？私遊び方ちょっと作ってみてください。ボールダンサーじゃねえかよ。ボールダンサーじゃねえかよ。チップ入れてくださいじゃないんだよ。あ。ジップをチップにして行きましょう。行きます。はい。うわ、怖っ。大丈夫？あ、やば。あ、俺渡れねえかも。あ、ちょっと待って。あ、やばいかも、やばいかも、やばいかも。イムラデブ、てめえ。おい、やめろよ、やめろって。無理だよ俺。サスケじゃん。頑張れ。怖っ。どっちも地獄。怖っ。どっちも地獄や。ターザンある。ターザン橋あるよ、井村さん。はい、行くよ。ターザン橋行くよ。もう何個あんだよ。高くね。はい、いい顔でちょうだい。腕で全然見えなかった。はい、次次、はい、次行くよ。続きまして、ネットマウンテンです。逆怖っ。気持ち悪い。気持ち悪い。なんか気持ち悪いな。あ、でも井村さんも終わっちゃったよ。4時半だよ。24個か。ボルダリングあるよ、井村さん。登れると思う。井村さんのボルダリング魂が騒ぎ出すんだよ。騒いでいい。いいよ。いいじゃん、センスあるんじゃない。いいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。おい、撮るんだよ。登ってるとこ撮るんだ、お前。すいません。大丈夫、ジャンプ。今ね、仕草はぽいんだよ。飯村俊くんは今年で35歳。小さい頃は恥ずかしがり屋で、お姉ちゃんの変なおじさんのダンスをいつまでたっても恥ずかしくてできないそんな子でした。そんなある日、いつものようにお姉ちゃんが変なおじさんのダンスを踊った後に、シュンもやってみなよって言うと、両手を前に差し出して、その後左右に振り、スリラーのようなダンスを踊り、家族を大爆笑させたこともあります。そんな井村俊くんはお笑い芸人になりました。
お笑い芸人を8年やった後に一緒に住んでいた同居人と YouTube をやり始めました。長寿代表大塚ゆめき。死んでんじゃねえか、おい。死んでるよな。いい話かと思いきや、すいません、死んじゃったよ。もう園内俺らしかいない可能性ある。あるね。出れないかも。え、こっから死の鬼ごっこ始まるの？そう、夜の部。夜の部かい。そしたら井村さん、ちょっと自分の荷物は自分で持ってね。逃げれねえと。逃げれねえから。お疲れ様でした。お疲れ、マンボー。元気だな。はい。お前アスレチックやってヘトヘトだな、こっちは。すいません、すげえ元気じゃん。僕ちょっと汗かいてるぐらいだ。そうだよね。はい。脱水坊主だよ、こっち。脱水坊主。うん、すごい大変だ。真夏のアスレチックはきついわ。確かにね。でも楽しかった。本当に？まあ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 OK、 脱水症状増してくれ。それでいきましょう。はい、今頑張れチャンネル。クーラーのダメだ、効いた部屋に行こう。あ、そうだね。いい村、いい村頑張れ、いい村頑張れチャンネル。